最後にこれだけちょっと話しておきたいんですけどね、僕がまあ所属する漫才協会、あと落語芸術協会の後輩でもある、カントリーズっていうコンビのね、江沢くんがですね、40歳の若さで亡くなっちゃったんですよ、9月の21日だったですけどね。で、まあ告別式行ったんですけど、世話になった師匠が亡くなるのも辛いんですけど、後輩が亡くなるっていうのはもっときついんだなって、もう改めてね、まあ、今回思ったんですけどね、江沢くんがすごいこうずんぐりむっくりした、体型でね、もう芸人らしい、ね、見た目で、でね、また笑顔が可愛くて愛嬌があるんですよ。で、俺がね、会うとね、おい、お前新曲出したかって言うと、大江豊じゃねえよとかで突っ込んでくるんですよ。全力で突っ込んでくるんですね。で、ジャイアンツファンだからもう話もあって、よく巨人の話をね、楽屋でしたりとか、で、あとすごいね、2人とも真面目でしてね、楽屋でしょっちゅうネタ合わせやってたんですよ。で、本番が終わってまた楽屋戻ってくると、今度は反省会をしたりなんかして、で、その様子を僕、こっそり写真撮ってツイッターにアップしたりなんかしてね、そうすると、ちょっと僕らのね、ツイートしちゃって誰も食いつかないですよって、もう照れながら突っ込んでくる。今でもね、それはっきりとね、頭にね、焼き付いてますけど、で、いいなと思ったのが、同期の芸人ぐらいのやつと東洋館でどっちが受けたかっていう勝負を毎回やってて、で、今月は俺たちの3勝2敗だとかってやってんですよ。切磋琢磨してんのね。だからそれ見ててなんかいいなと思いましてね、まあ志半ばだったからね、まあ本人ねちょっと悔しいかもしれないですけど、で、相方の福田君はね、よく独り言のようにね、売れたいなってよく言ってたんですよ。で、僕江沢君の漫才のセリフで大好きなのがあって、ね、マネージャーで担当マネージャー同じなのに、な、笑いの神様はナイツさんばっかりひいきしやがってっていうセリフがあるんですよ。これ何度聞いてもね、あ、いいなって思うんですけど、で、まあそのナイツの花君と亡くなった後ちょっと喋る機会があって、花君がなんか全然実感湧かないっすねっていう話になって、江沢が亡くなる1週間前僕の YouTube 出てもらったんですよつって、あ、そうなんだつって、江沢の金玉紐で縛って引っ張るっていう動画撮ったんですよって最高にくだらねえじゃんって言って、いや、そうなんですよ、でもめっちゃ面白くて、ザーもノリノリでやってたんですけど、あれお蔵入りにした方がいいんすかねって言うんですね。いや、でも供養のアップした方が供養になるんじゃないのって言って、でも難しいですよね、確かに難しいじゃないですか、なんか不謹慎だって取られてもあれだし、でも2日ぐらい前にその動画アップしてましたけどね、花君ね。で、その時にしみしみと言ったのが、あれが死因だったんだなとか、そんなわけねえだろって金玉引っ張ってそれ死因じゃねえよみたいなね、そんなのがあって、まあ本当にいいやつでね、面白くてね、誰からも愛されるやつだったんですよ。で、ただね、僕ね、江沢にちょっと一言言いたいことがありましてね、僕ちょっと怒ってるんですよ。僕のね、人生でね、一番の楽しみは何かといったらね、月に1回のゴルフなんですよ。ね、9月はね、28日に行こうと思ったんですよ。ところが、江沢の告別式が28日だったんですよ。おい、江沢、よく聞け。天国とは限んないか。おい、江沢、よく聞け。まあ、地獄はかわいそうだからね。おい、江沢、お前のせいでな、ゴルフがパーになったぞ。あ、待てよ。ゴルフだからパーになってよかったんだね。僕なりの供養でね、ちょっとこの話がありましたけどね。